会加藤弘明、議長のお許しを得ましたので、ただいま議題となっております。今田健司統合庁長の信任決議に対し賛成の立場から討論させていただきます。今回の度重なるパワハラセクハラ事案は統合庁民からすれば驚き落胆の連続であります。不適格不誠実であることは紛れもなく明らかであり、一日たりとも町長の職にとどまることは許されません。またますます加熱するさらなる不評に対し恐怖や恐れを感じられる町民も数多くお見えです。弘明さん、どうして町長は辞めないの？町長を辞めさせるにはできないの？私この地で暮らしていくことに恐怖さえ覚えるの？など多くの意見が寄せられております。俺んとこだ。マスコミ報道から早2週間が経過し、役場職員も業務に支障をきたし、また統合庁の町としてのイメージ、信頼感、ブランディングは日に日に低下の一途であります。原因は今田町長が町長の席に居座り続けることにあります。このふるさと統合は古くから争い事は避け、人への迷惑はかけず、大切な水をみんなで引き分け合い、皆で協力し合って稲作に精を出し生きてきた地域であります。一刻も早く平穏な町を取り戻すためにも、今田町長の信任決議に賛成し、住民一同が協力し合い透明性のある町にするため、議員全員の賛同は必然であります。その通り。以上、私からの賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。